西選手もね、なんか厳しいところっていうか、あの苦しいところにどんどん勝って上がってきてますからね。そうなんですよね。今日は本当にジャイアントキリングの連続ポールリム選手に勝ち、浅田聖子選手に勝ち、そうですね、まあ、格上というか、その、まあ、浅田選手に関してはランキングも自分より上だと。でポール選手についてはもうね、歴史上の人物ぐらいの方なんで、ね、今日は西田選手は通称手にしましたね。いや本当素晴らしいダーツを続けてると思いますよ。例えばこの決勝っていうのもね、あんまり意識しすぎないで、ただ本当に熱くていいダーツを投げるっていう気持ちだけで臨んでほしいですよね。はい、粕谷選手先行の5701です。ナイスカバーですね。いや、ナイススタートです。はいはい、ナイススタートですよ。はい、ただグルーピングがいいと言いますか、はい、だよね。いや本当ね、この粕谷選手はね、打てば打つほど打ち返してくるイメージが強いですよね。どうなんでしょうね、相手の力も自分の力にしてしまうようなところがあるんでしょうね。ああそうですね、そういうのありますよね、本当に。連続ストーンエイティさあ、ここで粕谷選手が100点でもフィニッシュ圏内ですね。80点以上と取りたいところですね。90点以上とか3回目どう？まさかの3連続トン80 3回目どう？あんた信じられません。ほんとすごいですね。もう言うことがないですからね。なんかもう西谷選手もね、全然悪くないですよ、マジで。ちょっとこれ5ラウンド目で80点残りはかなりすごいですよ。あのはいはいいやもう素晴らしいですよ。メンタルが無っていう話ありましたけどもも う, いやもうなんかもういや技術もすごいですね。言葉も無になってしまうような感じの。いや本当ですよ、もうまあトレックでした。何にも言えなくなっちゃいますよね、マジで。まあただ西田選手はここに気をされてはいけません。そうですね、6回目の決勝です、はい。おお、なんか西谷のやり方が発動してますね、なんか。そうですね、はい。さあ、これは面白くなりますよ。先に西谷のやり方を封じましたね。はい、いやこれはもう本当にこれで僕はあのこの攻め方で本当にいいと思いますよ。さあ来ました、チャンスが。これ粕谷選手チャンスですよ。19トリプル2本で点数は回りますからね。ナイス、ナイスセブンマーク。
ナイスー、これは大きい。なんか7本以下あんま見ないですね、なんかね、この2人が。いやもう本当に、ああナイス、もう7の応酬という感じですね。いや本当ですね。いやこれ何がすごいかって、やっぱ西谷選手20をクローズされてからの18のシュート率もめちゃくちゃ高いんですよね。まああんまりないんですよこういうこと。やっぱりかなり早い段階で加瀬選手が、そうですね、まあ、20のトリプルで点数たくさん取ってくるっていうのはまあよくある話なんですけど、はい、でそれを封じられた瞬間に18にスイッチして、18も20のトリプルと同じぐらいのシュート率で入れられてるっていうのがすごいですよね。やっぱこうなんていうんですかね、投げ慣れてるとかそういうんじゃなくて、なんていうんですかね、もうもうシュート力っていう確固たるシュート力みたいなのがあるみたいな感じがしますよね。あとがどうだろうが関係ないみたいな感じに。そうですね、まあ、加瀬谷選手もそういう感じありますからね、まあ、20のトリプルに関わらずどのトリプルでもちゃんと入れてくるみたいなところは、こう狙ったところにこう投げられるっていう技術を持ってますよっていう風になんか言われてるような感じがして私も練習頑張りたいと思います刺激を、はい、ナイス。いやまだまだ粘ってますよ ね、 ですね、16と18で打ち合ってます、はい、これがすごい。ダブルかな。ああダブル来ましたね。さあこれ来ましたよ加瀬谷選手、まあ、ちょうど今100点差ですが、そうですね、まあでもトリプル2本でも4点足りないですよね。ナイスカバーですね。そうですね、3投目、はい、もうこれでもやっぱ18からいくんですね。フォーボックス、ここで閉じました。でもスリーインナーベッドで点数並ぶんですけどね、15。おお18クロース、シンプルで、いやもうね、なんか指で押していいって言われないと考えないですよね、ああいうの、ね、これでブル5本で逆転ですからね。さあアウター1本インナー1本ですよ残り。おお、ナイストライだー。すげえな、おもれーよー。数ミリでした。おもれーよー。連続でインブルで西谷このレッグを取りました。インブル2本こうやって入れるんですよみたいな感じなんですかね今の加瀬谷さん見といてくださいみたいな、今からインブル2本入れますからねみたいな感じなんですかねあれ。レッスンビデオみたいな、いやいやはい、いや面白いな。ゲームオン。あーすごい、ナイス。こ
レッドダーツという感じの、そうっすね、なんかファーストラウンド喋ったら邪魔なんじゃないかと思い始めてきまして、私セブンもうセブンが当たり前、連続ナインマーク。いやーでもまだね、粕谷選手点数は余ってますからね、これでホワイトホースとか出たらすげえな、マジで。うわー、ナイストライもうドキドキしちゃった。ちょっとで予言者になるところでしたねあドキドキするじゃないか面白いすいません、ちょっと感染してていいですか感染してていいですかで逆転、まあそこまではね、連続インブル西谷くん返しですね、西谷くんインブル2本の入れ方今から見せるからみたいな、はい、お互いに教え合ったようなこの第2レッグ第3レッグ、やばい、勝手にセリフ作っちゃってる、はい、そうですね、いやー面白い、ゲームオン、キュ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 、うん、ナイスですね、いやいやナイスですよ、下に成功の701、ナイスカバー、ナイス。今日解説いらなくないですか。いや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 、そのぐらいやっぱすごいゲームですよ、もう本当に。この AT ね、本当なんかね、さあこれ140点でフィニッシュ圏内です。いやー連続トーン AT 高校の勝也、あのねもう、もうすいませんって感じですよね、もう何が140点だとね、すいませんって感じですよね、なんかね、151、何が140点ですか、180点でもっといいテンパイ出しますよみたいな、二重トリプルからですかね、はい、最終形が18ダブルか20ダブルになってきますね、これ
19からだと20ダブルになりますね。で19トリプルで20ダブルです。18トリプル、はい、さあこれ、はい、石谷選手はこれでラストチャンスですね。20トリプル17トリプル20ダブル20さあ来ました。来ました、カスヤガッツポーズ。2021王者、今シーズン初勝利。西谷はまた優勝に手が届きませんでした。それでは優勝しました粕谷進プロに今の気持ちを一言いただきたいと思います。皆様に向かって一言お願いいたします。お疲れ様です。今回千葉が地元ってことで優勝できてとても嬉しいです。とりあえず今年は参加できるところしか参加してないんで年間とか上の方は狙えないんですけど、こうやって1大会1大会大切に上位狙えるように頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ジャパンステージ10千葉、優勝は粕谷進プロでした。もう一度大きな拍手を。